どうも、ロチュン TV です。本日はですね、ドラゴンクエストウォーク、こちらのゲームに名獣装備福引きが登場しました。来ましたね、名獣の爪。こちらの武器はドラクエ10にも登場した爪ですね。まあ、映像から名獣っていうのがね、今回は予告の時点でね、分かっていました。で、性能がですね、こんな感じ。まあ、予想通り超真空蹴りがレベル20についてるって感じですね。190% の全体バギ属性があるっていう感じで、まあ、雲の巨人の心でバギ属性とドルマ属性が両方ついてたんで、ここの予想はね、結構当たってたんじゃないかなと思います。で、レベル30のスキルがデーモンハントですね。こちらが 300% ドルマ属性耐儀ダメージを与えて猛毒を付与で、猛毒付与状態の時は 420% 与えて猛毒を解除していくっていう感じで、まあ、簡単に言うと 300% と 420% を交互に出せるっていう感じですよね。で、これがまあ一応なんですけど、割るとまあ一ターンあたりなんですけども、2ターンこのデーモンハント打った場合、猛毒付与される場合なんですけど、 360% の耐儀ダメージトルマ属性で出すことができます。なんでね、単体性能で言うと、まあ猛毒効かない敵っていうのが出てきたら分かんないんですけど、猛毒が入る敵の場合、この付与っていうのがね、100% 入る場合は、360% を、まあ、平均すると出すことができるっていう感じでね、まあ、かなり強い武器になってるんじゃないかなと思います。で、今回この武器が爪なので、バトルマスターでも使えるし、レンジャーでも使えるっていうところも強いところだと思います。まあ、前回のね、常闇の槍の場合は、槍の武器だったので、バトルマスターのみの装備だったんですけど、今回爪なんでね、まあ、めちゃくちゃ使える出番は多いんじゃないかなっていうところになります。まあ、あとはね、敵が悪魔系だった場合は悪魔特攻もついているっていうところで、まあ、今回のイベントだけじゃなくて悪魔系の敵が今後も出てきた場合も使えるんじゃないかっていうところになります。で、一応今回のね、まあ、タイトルとかサムネに書いてることなんですけども、こちらはまず話していきます。で、防具が名獣の鉢金とか名獣シリーズなんですけども、これですね、ここがなんか誤植じゃねえかなってちょっと思ってるんですけども、まず何かって言いますと、名獣の鉢金にドルマ属性ダメージがプラス 5% ついています。耐性とかも他にもあるんですけど、まあこのダメージに注目していくと、頭が 5% で、体上がプラス 3% で、体下が 3% なんですよ。これがですね、闇騎士装備の場合、頭が 3%で、体上が 5% で、体下が 3% なんですよ。ここがですね、まあ誤植じゃねえかなとかちょっと思ったりして、まあまずこの闇属性、ドルマ属性だけに関連すると、体上がこの 5% あるんで、闇騎士の鎧上の方がいいんですよ。で、頭が名獣の鉢金、これも 5% なんで、この頭がこの名獣で、体上が闇騎士で、まあ下はどっちでもいいんですけど 3% 変わらずなんで、まあ、K ですね、5%、5%、3%で 13% まで上げることができます。これがまあ最大値ドルマの防具になるんで、まあ、ここがちょっとね、今までとは違うんじゃないかなっていうところになります。で、どういうことかっていうと、この天空シリーズでいう場合、この天空の兜はメラ属性特技、頭が 5%、体が 3%、で、足が 3% だったんですよ。で、同様にメラ属性と言いますと、テスピサロ装備ですね。テスピサロ装備も頭が 5%。で、体上が 3%。で、足が 3% だったんですよ。なんで、まあ、大体今までの装備で言うと、頭が 5% で、まあ、下が 3-3 とかで、そういう風な同じパーセンテージで来てたんですよ、メラの場合は。なんだけど、このドルマ属性の場合ね、闇騎士は胴体 5% で、頭は名獣の方が 5% で、5%、5%、3%できるっていうのでね、なんかハイブリッドな装備にするのが一番強くなっていくっていうのがね、新しいところになっています。まあ、新しいのか誤植なのかちょっとわからないところなんですけど、まあ、自分思うにはこの、まあ、交流とか、まあ、交流でも頭 5% なんですよ。で、交流の場合は体はドラゴンとかになってるんですけど、大体の装備を見ると頭が強い。初生でも頭が 5% なんですよ。なんだけど、今回だけは、頭が 3% ということでね、ちょっとまあ、誤植の可能性もあるかなっていうところなんですけど、まあ、結果論を言いますと、ハイブリッドで装備する方が強いということになります。まあ、ということでね、名獣装備福引き、
まずは引いていきましょう。かくれん行きましょう。ジムで。レッツゴー。まあ、あとはね、ガチャ運ですよね。私の場合。いや、お願いします。本当に、武器、今回4個欲しい。ワイルドボトムね。最初虹出てたけど、ワイルドボトム。いや、なんで4個欲しいかっていうと、なんか猛毒付与するってことが大事になってくるんで、名獣4本とかでもありなんですよ、運用。名獣艦隊みたいな。名獣の、その、4連撃。それも強いんじゃないかと思ってて、しかもバトマストレンジャーで分けれるんで、バトレンとかで構成でいったりするのもありなんで、まあ、あと心にもよってもね、変わるんだけど、今回の心も、ワイルドね。今回の心はドルマついてなかったっぽいんですけど、メラ属性とかね。まあ、その話もあるんだけど。まあ、レンジャーだったらね、雲の巨人使ってもいいし。おいまず引けねえんだけど。マジやっぱりこのアカウント死んでねえか。嘘でしょマジ死にました動画になるんだけど、また。キラン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 お願いします。はマジ？さあ、星5確定。いや、ひどい爆死動画になるぞ、これ。待ってくれ。毎回だけどさ。さあ、キュピ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 。お願いします。本当に。いや、待って。確定枠。外か。え？やばくね、これ。本当に？いや、頼むって。いや、マジでさ、テーブルシステム、ひどいな。アカウントマジ呪われてんだけど。操作されている。いや、ダメか。ちょっとね、なんかまあ関係ないんだけど、九州行ってきたんですよ。昨日。で、ちょっとね、位置情報的に変わってるかなと思ったんですけど。20個？ワイルドジャケット。ワイルドと外貨しか出てなくね。は？入ってるこれ。俺間違えてるこれ。SP 引いてる？また。またじゃなくて引いてねえけどね。一回もそんなことねえけど。いや、本当にアカウント頼むって。雷神の槍。は？はい。ということでピックアップ確定まで来ました。いやー、なんていうかね。まあいいんですけど、新装備多分爪強いんですけど、俺は言いたい。いつも言いたい。コロプラさん。ドッカンテーブル、確率操作お願いします、本当に。本当にお願いします。いやー、これがきついんだわ、このゲーム。マジで。っていう動画の結末になっちゃうから、お願いします、2個、さあ。はい。ということでね、爪4本欲しかったんですけど、引けませんでした。一応最後に言っとこう。よかったら、チャンネル登録。よろしくお願いします。